クリストファー・ラルフ・ペレスは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブレーデントン出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち。セントルイス・カージナルス時代2006年の MLB ドラフトで、セントルイス・カージナルスから一巡目追捕指名をされ、6月28日に契約。A 級スイング・オブ・クアット・シティズで25試合に登板し、2勝、0敗12セーブ、防御率1.84だった。 2007年は AQ スプリングフィールドカージナルスで39試合に登板し2勝0敗27セーブ防御率2.43だった7月にトリプル AQ メンフィスレッドバーズへ昇格15試合に登板し0勝1敗8セーブ防御率4.50だった2008年はトリプル AQ メンフィスで開幕を迎え5月16日に ジェイソン・イズリングハウゼンが故障者リスト入りしたためカージナルスとメジャー契約を結んだ。同日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの7回表から登板し、1回を無ンダ無失点1奪三振に抑えた。リリーフとして23試合に登板していたが防御率4.18と結果を残せず、7月18日にランディ・フローレスが 故障者リストから復帰したため、トリプル A 級メンフィスへ降格した。8月6日に再昇格。この年は41試合に登板し、3勝3敗7、セーブ、防御率3.46だった。2009年2月28日にカージナルスと1年契約に合意。3月30日にトリプル A 級メンフィスへ移動され、開幕を迎えた。 トリプル A 級メンフィスでは3試合に登板。1勝0敗にセーブ、防御率0.00と高騰し、4月15日にクリスカー・ペンターが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。29試合に登板し、1勝1敗1セーブ、防御率4.18だった。2009年6月27日にマーク、デローサとのトレードで、ジェストットと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。 移籍後は32試合に登板し、0勝1敗1セーブ、防御率4.32だった。2010年は、ケリーウッドが故障で開幕から離脱したため、クローザーに抜擢。5月に、ウッドが復帰したため、セットアッパーに移動したが、7月31日に、ウッドが移籍したため、8月から再びクローザーに戻った。この年は十三試合に登板し、 二勝二敗二十三セーブ、防御率1.71だった。2011年1月18日にインディアンスと222万5000ドルの一年契約に合意。前半戦は36試合に登板し、二十一セーブ、防御率2.43と結果を残し、7月には自身初のオールスターゲームに選出された。この年は64試合に登板し、 4勝7敗36セーブ、防御率3.32だった。2012年1月17日に、インディアンスと450万ドルの1年契約に合意。7月に2年連続で2度目となる、オールスターゲームに選出された。8月13日のロサンゼルス・エンゼルス戦では、4点リードの9回裏から、投板し、無安打無失点3奪三振に抑え、 通算100セーブ目を挙げた。この年は61試合に登板し、0勝4敗39セーブ、防御率3.59だった。2013年1月18日にインディアンスと730万ドルの1年契約に合意した。2月27日に第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出されたことが発表されたが、3月1日に 右肩2で辞退した。シーズンでは、開幕ロースター入りしたが、5月27日に、右肩の故障が再発し15日間の故障者リスト入り。6月には、大麻所持により妻と共に在宅起訴を受ける。6月27日に故障者リストから復帰。この年は54試合に登板し、故勝3敗25、セーブ、防御率4.33だった。 オフの10月31日に放出された。ロサンゼルスドジャース時代2013年12月24日に、ロサンゼルスドジャースと230万ドルの1年契約を結んだ。2014年は開幕ロースター入りし、セットアッパーとして42試合に登板していたが、8月4日に右足首の怪我で15日間の故障者リスト入りした。オフに放出された。 2015年2月4日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ3月29日に自由契約となり4月2日にマイナー契約で再契約したが27日に契約破棄条項を行使し自由契約となった6月24日に禁止薬物の使用で50試合の出場停止処分が課された七月一日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を 結ぶが8月26日に現役引退を表明した。ありがとうございます。